これさ、Uターンできなくない？前から来ることはないと思うけど、とりあえずもう行っちゃうしかないの。ちょっとUターンする場所を探さないと、これ戻るにも戻れない。あ、ここUターンできるかな。心霊スポットが好きな一人が来場しました。これはやべえ道に入っちまった。これやばいよね。これUターンする。うわ、水タン。いや、くるさんこんばんは。アット水木七瀬さん。点滅してる。アットぴょん吉さん。田んぼ道は怖いな。田んぼ道の脱輪の恐れもある。いけた。セーフ。マジで脱輪案件だよこれ。本当グーグル先生って怖いよね。安全運転ナイス。アットミョン吉さん。北五年。はい、というわけでね、場所移動しておきました。今からね、心霊ズバッとやろうと思います。次に来たのは、ね、こちら茨城県にある守谷城址公園というところですね。城跡ですね。城跡でございます。今からこの城跡の入り口らしき場所に来たので、ちょっと進んで行ってみようと思います。生配信の映像なんでね、手ぶれとか電波とか悪くなったらご理解の上ご覧ください。またね、あの写真撮るときは映像が止まりますので、それも合わせてご理解お願いいたします。何か感じたらね、コメント、生放送の人はコメントで、動画の人はね、動画のコメント欄によろしくお願いいたします。最初この上りがきつ方の方から行ってみようかな。行ってみましょう。地上りだなこれ。ここの、まあ、曰くはですね、まあマニアックなんですけど、やっぱ城址公園というとこで、その戦争の時代のね、落ち武者的な感じ。あとはね、この公園でね、亡くなった方が、自殺した方がいらっしゃるという噂もあるそうです。土塁って書いてあるね、これ。ちゃんとでもしっかりしてますね、これ。なんか説明文が。ここ人いないよね、なんか広場に出てきた、いきなり。失礼します。さあ、赤いピカピカは何？あ、さっきもあったっけ、あれ下に。何の音これ？今聞こえた。これ今ね、守谷城址公園というところです。今なんか変な音しなかった？聞こえなかったですか今？なんかほら、なんか俺が照らしたセンサーに反応してるってこと？あ、あの光何なのよ、あそこにある。
花粉がやばい、ここ花粉がやばい。ほら、なんなんだろうな、モーターみたいなのが回る音がします。川の方から川みたいのがあるんですよね、そこになんか鳥もいましたね、今鳥ですかねってコメントと同時に鳥が鳴きました。戦国時代末期、北条氏の勢力圏に組み込まれた守谷城は、北条氏か、カラ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 ンって音、なんかすごい不気味。あ、来ましたね、ものすごいちゃんと、よかった、こっちから来て、すごいちゃんとした看板があります。写真撮っておきますね、写真撮るだけ映像が止まります、すいません。何枚か撮ります。すっごいイラストが綺麗なんですよね。本丸の方まで行けるんですかね、これ。現在地が今ここなんですけど、とりあえず多分心霊スポットの一応常識は本丸を目指すっていうのがデフォーだから、とりあえず本丸の方に行ってみましょう。ここから道なき道ですね。雰囲気あるな、思ったより。ちょっと舐めてたな、思ったより。あの真っ暗で雰囲気ありますね。フォローありがとうございます。これちょっとライト最大にしないときつい。映像音声大丈夫ですか。これなんかあるな、あれベンチかな。ここは俺ほんと初見スポットなんで、全然まず道がどうなってるかわかんない。 OK、 ありがとうございます。一応あの心霊はこのままノーカットで動画になりますけど、気にしないでね、あのコメント、生放送の人はね、ガンガン打ってくださいね。心霊はあの皆さんのその生配信中のコメントもね、あの動画に乗っかるので、少しでもなんかおかしいなと思ったらコメント打っていただけると嬉しいです。ここはね、あのマニアックなんですけど、調べたのがちょっと出てきたのが定石のありがちな誘惑でした。落ち武者とか、ここのね、あの森がすごいんで、この公園で自殺した人の例とか、そういう感じですね。まあ、特別なんか誘惑に特徴があるわけではないんですが、あと心霊写真が撮れるっていうのもありましたね。まあこんだけまず森やから、夜中にここをね来るともう心霊スポット感が出ちゃいますよね。定石っても基本定石で心霊スポットじゃないとこないんじゃないかぐらい心霊スポットですからね、どんな定石でもね。ちょっと待って、あそこになんか街灯が、え、
くりした、これ階段あるように見えなくて、これ滑ってけって言ってんのかと思った。これなんか山が下ってるから、これマジで今この階段がちょっとなんか色が分かりづらくないですか。これ映像でも分かんないですよね、あんまり。なんか落ち葉に埋まってて、これ階段があるんですけど、なんか階段に見えなかったんですよね、これが。一応階段になってるんですけどね、よく見ると。滑っ、これサッカーにちょっと俺足怪我してるからきついかなと思って、迷彩やらせね。これ分かりづらいですよね。ちょっと向こうから行ってみましょうか。結構そんな広くないかもしれないですね、その定石の部分というか範囲は。ただ本丸跡とか書いてないのかな。お、ケイちゃんがいるかな。これケイちゃん目覚めさせちゃうとちょっとめんどくさいよね。ちょっと上照らさないようにしますね。多分ケイちゃんがいますね、これ。違うかな、ケイちゃんじゃないかな。あと俺ね、あの最近見た人とか初めて見た人は知らないと思うんですけど、スタビをね使わない生主なのでね、手ぶれは申し訳ございません。なるべくぶれないようには持ってるつもりなんですけど、やっぱね腕ビライザーにはちょっと限界があるんで。何それ、これ何なんですか。スズメの巣とか、そうそう、ケイちゃん、森のケイちゃん。え、何にもなってないぞこれ。箱じゃないや。で、何のために、元は何かあったのかね。なんか釘がちょっと出っ張ってるのが見えるから、小鳥箱、巣箱が多分破壊されちゃって落ちてるの。これそうかね、これが。なんか感はあるんですけど、今はなくなっちゃってる感じですよね、これ多分。昔あったんでしょうね。え、これ本丸どこ。これこっち道ないですね、もう。やっぱあのさっきのとこ降りてかなきゃいけないんかな。ちょっと待って、こっち行ってみる。本当に道がわからない。もうすでにぶっちゃけ言うと、どっから来たかもわかん。こっちから来たのか。どっから来た。ぶっちゃけもう本当にどこに。あれ、俺この橋渡ってきましたっけ。カタコと言ってるのはこのわらしくんかも。あのタタ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 ってやつはさっきのあの変なやつ。カタコと言ってるのはわらしくんのポケットに入ってるからかな。え、パンって言った。ツリーハウス、あれ、俺これ通ってきましたっけ。
通ってないよね多分。俺どっちから来たかもう覚えてない。下なんか掘られてるからこれ城のあれか。道がある下に。でもそこで行き止まりになってるね。これ土塁的なやつですか。またもうこの森から出られない。通ってないね。パンク。え？びっくりした。何これ。何これ。びっくりした。なんか遠くから見たらなんか気持ち悪かった。これなんであれ変な留め具が黄色いんですか。黄色くする意味ある。ここは立て方狂わ、立て方狂わというところですね。この地図全くどこなのか分かんない。あ、現在地って書いてある。これ分かりづらくないですかこの地図。なんか全然分かんないんだけど。これ現在地は分かるんだけど、本丸ってさっきの場所？本丸に行きたいんですよね。もうすでに俺どっから来たかも分かんなくて、多分こっちの方から来たんですよね俺。多分これ地図で見るより意外と狭いんですかねこれ。確かさっき現在地ここら辺って書いてあったんですよ。で今もう渡った先ぐらいですよね。あ、ってことはあのさっきの場所、さっきの場所が本丸っぽいな。ちょっとチカチカしちゃうねこれ。ズームだ。あの下る、ここを下って滑り台みたいになっちゃってるじゃんって言った場所の手前が本丸みたいです多分。あんま書いてなかったけど、こっち行くとまた別のルートに戻っちゃうね。これ今めっちゃ下ってるんですけど、多分これ下っちゃったら多分戻っちゃうんですよ、さっきの入り口の方に。異世界入っちゃいましたね。でもなんかなんとなく今分かってきてましたね。この今向こう側にもなんか敷地があるんですけど、多分俺あっちの方から来たんですねさっき。でこの間になんかくぼみみたいなところに今これ下ってる。あ、やっとなんとなくちょっと今地位は分かったんですけど、足場が
やばい。これ階段が階段じゃないもん。ちょっと待って、これ滑りそう本当に。ちょっと下向きですいません。危ないこれマジで。よいしょ。なんか出てきましたね。本丸って書いてある。何？あ、本丸跡って書いてある。危ねえ、降りてきてよかった。この上だ、この上みたい。来たことある場所だったりして。本丸来るわ、マジ来るわ。来たことある場所だったら来るよね。あー、来たことないね。この木怖。ここは本丸ですね。この先ですね。この木が。電波大丈夫ですか？なんでここだけなんかこの草の色がすごいネモフィラみたくなんか草の色が青く見えるんだけど、気のせいこれ。なんかネモフィラみたいな色に見える。ここが本丸みたいです。じゃあここでちょっと写真を撮ってバケタン行こうと思います。一応ね、本丸定石行ったら本丸行けっていうのがまあセオリーなんでね、心霊スポットは、まあ、とりあえず別に本丸に誘惑があるわけじゃないんですけどね、一応セオリーなんで。と写真撮ります。寒いなここ。気温がなんかここだけ。じゃあ行きますね皆さん。守谷城址公園本丸跡で。もういい時間ですけどね、お付き合いねありがとうございます。ちょっとまたね、もうちょっとあるってもありますけど、一応メインの本丸跡なのでね、わらしくん行こうと思います。しなくでわらたんと呼んでおります。行きます。合言葉はね、皆さんバケラッタと念じてコメント打っていただけると嬉しいです。1回目本丸跡でバケラッタ。これいいんだよ。ありがとうございました。腹減ったか、マジでこのバケタン空気読みやがった。このバケタン空気読みやがったよ。お腹空いたわ、俺のセリフだわ。俺のセリフだよそれ、お腹空いてんのは。マジ空気読むこのワラタン最近。いや本当にお腹空いてるんですよ俺。マジで俺の方がお腹空いてるわ絶対。あー、たこ焼きうまそう。粉物美味しそう。よいしょ。じゃちょっとさっきのあの下りの方まで戻ってみますね。あっちの先が多分池とかあるんだと思うんで。
おっさんの声じゃなかった。違う、なんだこれ、動物。おっさんの声だと思ったら動物だった。ほうって何の動物これ。ほうって、おっさんのうめき声かと思った。今日何食べるかね。まあでも皆さんご存知の通り、ここは今ね、守谷城址公園というところにいるんですよ。守谷という名前はね、聞いたことある人もいると思うんですけど、サービスエリアがございます。それを狙ってきたわけじゃないんですけど、黒か守谷サービスエリアがあるんで、あのウォークインゲートといってね、あの高速乗らなくても中に入れる場所がござるんですよ。ござるんですよって言っちゃって、何時代だ、定石にいるからなんかちょっと武士気取りになってきちゃった。サービスエリアだから多分、まあうどん、夜中だからうどんそばの多分フードコートぐらいしか確かあそこ空いてなかった気がするんですけど、あ、みんなピンクムーンだよ。ピンクムーン眩しい。めっちゃ眩しい。見えてるこれ。写真撮っとこうか。これちょうど今があれじゃない、最大時間じゃない、3時50分ぐらいだからね。写真撮ります。全然月が映らないわ。ピャキャでござるか。反射して下にも映っちゃうね、この。今日満月なんですよね。で確かね、時間が、満月の時間っていうのが極大の時間が3時50何分だった気がするんですよね、確か。だから今まさに、まさに今ですね、これ。雰囲気がここ思ったよりあるから意外と怖いですね、これ。じゃあちょっとさっきの場所に戻りたいんですけど、今もうすでに俺どこにいるかわかんないんですよ。寒い。急にまた寒くなってきた。ちょっと手ぶれはすいません。疲れが出てきてる。お昼から働いてたんでね。申し訳ありません。なんだこれ。なんでここんな濡れてるの？木にくぼみがある。なんでここだけこんな濡れてるんだ。なんでだろう。寒い。ちょっと待って。本当これどっから来た。俺どっから来ました？
Help! ほんとなんかね、看板がんまないから、全然今、どこにいるかわかんないです、これ。景色が変わんないから。おしっこの的。確かに、おしっこの的みたい。あ、ここか。あ、ここだ。ここですね。さっきのあの。めっちゃ下ってる。オッケーオッケー。こっち。これでもさ、今ふと思ったんですけど、嫌な予感しないですか？これ。下ったらさっきのあの、橋から見たさ、下に行きそうな気配しないですか？なんか嫌な予感するんですよね、今俺。さっきあのなんか綺麗な橋を渡った橋から下を見たら下に道があったじゃないですか。そこに行くんじゃないの、これもしかして。そこ行き止まりだったんですよね。嫌な予感がするんだけど。ほら、なんかちょっと右に曲がってるし。いや、まだ下る。まだ下る。これ階段ないっすよ、危な。階段ないよ。なんかそこもうぶっ倒れてるし、何か。出会え、ござるでござる。ござるでござる。危ない、これ。ちょっと冗談言ってる場合じゃない、これ。足場がやばい。すごいな、これ。ほんとこのさ、看板ちっちゃ。何、船着き場って何、船着き場って。ちょっとドラクエ感がありますね。船着き場があるらしいです。あれ、もうなんかこの看板さっきからいっぱいあるんですよ。引く手か。この公園の利用について、この看板さっきから同じのがいっぱいあるから、また戻ってきちゃったって感じるんだけど、全然違う場所なんだよ。本当合ってる、これ。何これ、どうなってんのこれ全然わかんない。あ、でもこれあれじゃない、城跡を抜けたってことかな。なんかその公園ゾーンに入ったから。しっこだ。あ、これ公園ゾーンに入りました。ここ今上、こっち家が。これ月やばい。超明るい。これ家がさっきそれ俺が迷い込んだ道ですよね、多分。これなんか多分普通の公園ゾーンに入りましたね。まあ、城址公園だからね。今のが城跡で、こっちがね、この山が。ここは城跡で、今この城跡の周りにこの公園と池みたいなのがあるところですね。さっきのあの駐車場、もう一個誰かがあの駐車場があるって言った方が多分こっちの向かった先なんですけど、明るいですよね。あ、もう今隠れちゃった。多分今向かってるのが多分北口の
方なんじゃないかな。ライトね、意外と、でも意外と暗いですね。意外とそんなめっちゃ月明かり明るいってわけじゃないですね。テラスと明るいんですけど、くっそ明るいってわけだよね。なんかもやってるからかな、もわっとしてるから明るいに明るいんですけど、一応影はね、影はここに、俺の影が肉眼ではちょっとみんなには見えないでしょ、この影。肉眼だとうっすら俺の影がね、なんか月明かりで見えるんですけど、そこまでじゃないですね、みんなに見えるほどじゃない。こっち側の方が広いんじゃない。上司抜けちゃうと一気に雰囲気が、ただの公園感が半端ないですねただの公園感が、えピチャピチャ、めっちゃめっちゃ濡れてるよこれこれなんかパッと見わかんないけど、これめっちゃ水たまりだったこれわかんなくない、これ。あ、リリーなの、全然わかんなかった。普通の道かと思ったらなんかすっげー濡れる、ちょっと水たまり見たくなってました。全然トラップっすよね今の、全然わかんない。普通に肉眼でこう、この明るいライトで照らせてわかんないぐらいですからね。これより中に放射線量が1時間あたり 0.23 マイクロシーベルトを、噛んじゃった、超えている場所がありますので立ち入り禁止します、だってこのもや、ここら辺、でもこっちは行っていいんだどこが立ち入り禁止なの、このここ、そう多分ね、もやっとしてんのはあれっすね、この水があったかいからっすね。水辺だからですね。どこが立ち入り禁止なのかまるっきり分かんなかった。0.23 マイクロシーベルトってそんな高いんですか？で、茨城までそんな放射線量来るの？水辺だから流れてきたってこと？あれ？これ上に登っちゃう？そう、あったかいんだから。0.23 ってやばいんですか？わかんない。でも今あ、川沿いに行くなってことなのかな。なんかすごい普通のところに出てきちゃった、これ。あ、駐車場ですね、これ。もう戻ってきたね。ここに駐車場があるこっちの方がめっちゃでかい綺麗な駐車場やで、これ。ここに、これが北側駐車場ってやつでしょ。これすっげー綺麗な、めっちゃ綺麗な駐車場あるやん、こっちに。俺なんかすごいこじんまりしたあの変なとこ止めちゃったけど、一応車止まってんな。看板だけ見てくる。駐車場がある、仕方ない。
っぱそうよね。ほら、こっちの駐車場だ。俺止めたのこっちなんですよね。俺ここ止めて、こっちからこう上司を歩いてきて、多分ここに出てきたんですね。ここに降りた。降り立ってここを歩いてきて、でこっちが超いい駐車場あるやん。こっち森や沼、この沼の周り回れるのか。俺の駐車場しょぼすぎやな。あ、でもだいぶじゃあもう一周しましたね。じゃああとはこの向こうの池が悪いって、こっちが歩けるみたい。もう4時になっちゃう。みんな大丈夫ですか、寝なくて。まあ俺の配信いつもこのね、深夜の深い、さらに深夜ということでね、最深夜配信者って俺はよく言われるんだ。船着き場44まで頑張りたい。医療被曝を除いたものを追加被曝線量という年間1ミリシーベルト以下にすることが国の方針。1ミリか、さっき 0.23 だったっけ。え、でも茨城南部ですよ、ここ。そんなに山に放射線がじゃあ行ってたってことですか。川だよね、多分流れてきてる川が問題なのかな。全然福島県でもないのに、そんなもんなんすか。これこっち歩けんのかな。東海村から、東海村って結構離れてるよね。だってこれ内陸の茨城ですよ。千葉のちょっと上。あの俺がよく言う、あの茨城県南部っていう震源地ね、あれがここら辺なんですよね。このもうちょっと左側、西側、地震常習地帯の。大体あのね、関東地方に住んでて緊急地震速報が鳴る時の震源地がこの茨城南部か千葉北西部っていうところ、もう二択に近いんですけど、そのうちの一個の茨城南部ってところはここら辺ですね。そういうこと言ってて、いきなりこれ緊急地震速報になったら神なんだけど。ラジウムで蛍光マンとかって遊んでたんじゃん。蛍光マンって何？あ、こっち池ありますね、池。池の外側歩いてくるんだっけ。そういえばここに池がある。見えないか。めっちゃもやってますね、池が。ここに池あるんですけど、めっちゃもやってる。福島の時千葉の数値が高かった。あー、まあ確かに噴火。ラジオは昔時計の蛍光塗料に使われていたんだよ。あれ、時計の蛍光塗料ってあれですかね、黄緑の。あの夜暗くなっても
あの針が光るやつ。え、これ池めっちゃでかいよ。合ってる俺これ。ちょっと待って、これ池の周り歩いたらめっちゃでかいよ。絶対違う気がするんだけど。ここに池があるんですけど、なんか青くなってるね空が。これ月明かりで。あ、これ絶対違うよこっち。月の位置がここだもんね。なんか違う方向に連れてこさせられてる、ね、これ。月がこっちの位置にあるってことは、こっちの方向に戻らなきゃいけないんだよね俺。懐かしい。で、そのことですよね多分。時計が針じゃないのかな。手が寒い。でも俺、城址公園で違和感があるから、この公園全体に違和感があるんですよね。だから一応なんかこっちの方も何の面白みもないけど、一応歩いとかなきゃいけないんですよね、生検証なんで。やばい、手がかじかんできた。左が池ですね。もう一回バケタンどっかできるんだけどな。あの放射線量のとこもう帰れないな。これほんとめっちゃでかいよこの池。すごい。すごいよこれ。これ映像で見えてます？なんかもやってんの。見えないか、配信だと。なんかね、すごいね、白い煙みたいのがめっちゃ出てるんですよ。コロナだからこの時間に散歩してる人いるかな。あ、でももうそうっすよね、3時。霧がかかったように見えた。後で見ると人が、写真撮っときますか。じゃあ後で見ると人の顔に見えるかもしれないから写真撮っときますね。あるよね絶対そういうの、趣味ラクダ的な。すごい、なんか写真がね、中国4000年の写真みたい。もう人の顔に見えますねこれ絶対。絶対これもうどっかしら人の顔見えますよねこれ。CG じゃん。これ 絶対人の顔がいっぱい見えるよねこれ。意外とあのあるある、シミラクラあるあるに今見えましたよね。いっぱい顔があるように、もうパッと見でも顔があるように見えたもん。ほんと写真って怖いね。何の花これ、何の花だろう。綺麗なピンクの、死んだ。びっくりした。
苦しそうな男の顔が、俺もじっと見たら多分眠そうなブサメンが映るわ。しけめんが映っちゃう。何の花なんだろうこれ。何ここ、なんかここにある、これ合ってるかな、俺ちょっとどこ歩いてるか全然わかんなくなっちゃった。今ドラココつけてないし、みんなに見てもらうこともできないんだ。全然意味わかんないこれ、場所が。何これ、マイクロシーベルト大丈夫ここ。ここは超有地です、だって。魚釣り禁止。柵の中は入っちゃダメって書いてるから。ここは入っていいんだ。いや、怖っ、なんかここ。めっちゃちょっと写真撮っていい、なんかこう雰囲気やば。魚か、うわ、なんかすごいもわっとする、やばい、ここめっちゃもわっとする。ちょっと写真撮ってき、ちょっと写真撮ってきます。あ、またバグった、あれ戻りました、電波かも。今写真撮ってたらなんかまた動かなくなった、スマホは。よかったよかった。電波悪いのかな、さっきもう一枚撮った画像もある、そういえば。これもなんか探そうと思えばいそうですよね。なんかもう全部がなんか顔の塊に見えてこない、これ。めっちゃ顔の塊がいっぱいなんか地面にあるように見えてくる。すごいねこれ。右の星？あ、星かもしれない。なんだろうあれ。今ね、多分見えますこれ。これじゃない？これ何？金星とか木星とかそういう系？え、なんなんだろうあれ本当に。ここに鉄塔があるんですよ。見えないか。これなんか血統があるんですよ、ほら。わかる？電波塔みたいな。あれのここのすぐ横になんか、あの高さに光るものがある。あれ街灯じゃないよね、あの高いとこ。今これズームにしてなくても見えますよね、これなんとなく。え、何あれ。東に見える可能性がある。あっち東なのかな。
今どっち向いてるか分かんないけど、ここになんかあるんですよね。早くヤホー呼ぶか。でもその右斜め上にもなんか星みたいのがある。ここら辺かな。これは映らないか。右上の方は映らないですね。これは普通に映るよね。何なんでしょうね、あれ。いや、本当にどん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 モワモワが来てる。やばい。これやばい。温泉みたい。あ、じゃああれ木星ですかね。で、右斜め上にちょっともう一個なんかね、星の輝きがあるんですよね。ストップライル、すごいね、ほんと。シュミラクラの方向、俺の息じゃないじゃん。いや、わかんない、木星かどうか。でも明らかに一つだけめっちゃ明るく見えますね、あれ。あ、でもあれじゃない、今日あれ満月だから、あの下は街灯なんですけどね。今このここに映してるのは街灯。明らかに高さが高いとこにある、この満月だからっての関係ない。あ、これ藤棚かな。なんか藤っぽいね、これ。ちょっとこの離れ工場みたいなとこでやるとこないんで、ここでバケちゃんやっていいっすか。ここで視聴者にしとこうか。多分これ帰る道にもうなんかやる場所なさそうなんで、ちょうどここなんか浮小島みたいなとこになってるんで、ここでじゃあ2回目行っちゃいますね。なんだっけ、こう森屋城址公園、浮島みたいなところでね、2回目のバケラッタ行きます。雲海に囲まれてバケラッタ。なんて言った、さっきのあの長文。東から南東にかけて木星、金星、火星、土星の順に。そんなに？あっちが東なのかどうかもちょっと分かんないな。東か。あ、でも駐車場が南側だからあっち東じゃないかもしんないな。どっちに向かってるか分かんない。どっちに向かってるの。通報されちゃった。でもここら辺多分家あんまないっすよね。あのさっきのあの来た方向じゃないと。で、今向いてる方向はなんか池だから、多分人気がなんか家がありそうな感じじゃないですね。ビビった、何あれ。ちょ、リアルに足が今すくんじゃった。何これ、祠みたいのがある。え、何これ、怖っ。
フォローありがとうございます。え、これ何だと思いますか。一応写真撮っとこうか。一応写真撮っとくね。なんだろうこれ。これ人が立ったように見えた。これなんか書いてある？いや書いてないですね。何なんだろうこれ。説明文が、あ、なんか書いてあるな。って書いてある。読めないね。守谷沼のなんちゃら。これ守谷沼って言うんだ。これ何の音。これミサイル飛んできた。何の音これ。これ守谷沼って言うんだ。これ俺絶対さ歩いてる方向違いますよね。絶対俺これ迷ってると思わないですか。あ、内藤さんごめんなさい。俺これ絶対間違ってると思う道。なんかここに川みたいな。なんかどう考えてもあのカラカラカラーンって音があっちからするんですよ。多分あのカラカラカラーンってさっき落としたのって上司の裏側なんですよね。それめっちゃ向こうの方から音が聞こえるんですよ。その山が上司かな。なんか全然さっきのあの住宅の明かりが全然見えないんですけど。ほらあのカラ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 ーンっていうのはあの上司にいた時に聞こえた音があっちからするってことは、多分これ今全然違う方向に向かってってますよね。とっくに迷ってる。でもね、ただ一つだけね、すごい輝く建物がここにあるんですよ。見えるかなこれ。ここに超高層マンションみたいなのがそこに見えるんですけど、あれ以外どこにも住宅が見えないんですよ今。そう、タワマンみたいなのありますよね。あれどこの方向なんだろう。ちょっと本当に迷ってるこれ。絶対一回戻ろうか。もう戻ろうかというか戻る方向がわからないんだけど、これなんか道があるな。どんどんドツボにはまってってる気がする。そりゃ木製か。あれ木製か今の。なんかこう農道みたいとこ歩いてるけど俺合ってないよね絶対これ。すごいよ、周りなんもない。あの赤いライトがあそこに見える。見えるこれ配信で。あの上司から見えた赤いライトが
あっちにあるってことは多分こっちが城主だ。カラカラカラ案外あっちにあるからってことは、この城主のこっち側だな、向かう先は。ってことはめっちゃ離れてるね、これ。すごい広いここ多分相当離れてるねそんなに歩いてきましたっけ俺。どんどん離れてたのかな、わざと。遠いね、遠いねっていうか、もうどこが出口か今わからない。くそー、はーんってなんか鳥に笑われた。くそー、あの赤いのが見えるようになってきた。あの光は多分これ俺右斜めの前のこの多分森から見てた。これが上司っすよね多分。これ今うっすら見えるかな、配信でなんか森があるんですよ、ここに小高い森みたいのが。多分これの向こう側、出口遠っ。離れただけ。なんだこれ、何、何アートこれ。え、なんだこれ、ちてしかもこの心霊ライトでさ、影がしっかり後ろになってる。なんかちょっと活かすねこれ。ダブル A ですね。もう一個あればトリプル A やね。青千代さんこんばんは。すごいね。え、これ何なんだろう。影いいっすよねこれ。でもなんだかわかんないこれ。あ、落ちてる。S と E が落ちてる。S と E が落ちてる。え？他はないな。S じゃない。どこに X がある？X なんてないよ。X なんてどこにもないよ。 A だから A。 X なんて一言も言ってないですよ俺。 SEA C、 あ、ディズニーシーの C。 なんでここに C って看板を作ったんだろう。 C って海でしょ海じゃなくないここ。あ、でも船着き場って書いてあったよね、そういえば。あの船着き場って元は海だったのここもう何でもありになってきてる。あれ、ちょっと待って、俺これさ、裏切る汗、正しく並べるとさ、うまいなみんな。今日はあのね、モリア城址公園ってとこです。ただもうすでに迷ってるです、すいません。あ、ここにもある。何これ、トイレなんてあった、あれか、見てなかった、ごめん。あ、影がやばい心、影が活かしてる。
さっきのなんで関係あんの？コローズファームだって。影いいっすよね。もっとなんか綺麗に映せないのかな。なんか難しいね、この影を扱うのってむずいっすね。影扱うのむずい。これなんかあるんだけど、これ何、これ何、これもう朝日見えちゃう？ちょっと待って、これこの明かり、さっきさ、これ上司から見えたやつじゃない？俺どこに来てんの本当今。これこれさっきさ、あの上司の上から、何あれって、イルミじゃねえみたいな。俺どこにいんの今。じゃあこっちが上司じゃない？完全に迷子だ。一杯やりたい。もう手が寒い。やばい、俺本当に迷子だこれ。多分俺これ最初に車で迷った方向？最初に車で迷った方じゃないこれ。これがあるってことは。どっから歩いてきたの俺。足らも知りたい。こんなの神回って言わないでしょ。迷ってるだけやで。だってでも明らかに俺が あれ上司だよって自信を持って言ってたやつは違うね。あのこれ自信を持ってあれ上司だからって言ってたのは全部違いました。すいませんでした。絶対違う。あれがあそこにある時点で、あの一番最初配信開始当初にあの明かりを俺上司から見てるんで、何歳になってもいいよ。もうちゃんと発煙筒いら大丈夫。俺これがあるから。これ知ってる？これあれ SOS 灯にならない今回。あ、お迎えが来た。お迎えが来たみたい。鳥の道上司口 100m って書いてある。森屋沼 300m、 森屋上司 90m。これさ、俺 U ターンしたとこじゃない？違う？この配信をもっと前から見てくれてた人は、俺がここに到着した時に、あの変な道入ってきちゃったよっつって、ちょっと U ターンして戻ろうぜって U ターンした場所じゃないここ。なんかこれ覚えてるんだよ。なんかこれこれなんかこの看板見覚えあるんですよ俺今見て。で、あの脱輪しないでよってみんなが言ってた場所、脱輪すんなよって言ってた場所多分。ってことはこっち行けば駐車場じゃない？大
最悪。ここにもう上司の入り口があったら絶対にそれ正解ってことよね。ポイント違うかな。なんかでもあれ見覚えあるんですよ。あのだとしたらすっげー遠回りして帰ってきてる。これはあ、皆さん皆さんにご報告がございます。皆さんにご報告がございます。帰ってきました。あのスタート地点に全然違う方向から帰ってきました。スタート地点全然違う方向から帰ってきました。こっから配信開始してこの坂を登ってったんですよ俺。上司に帰ってきました。やっぱさっきのはじゃああれですね、あの車で一回ここを通って、ここを通ってやべえこれもう獣道じゃん、これ U ターンできねえじゃんっつって、あの U ターンしたところがさっきのところですね。ちょうどそっから帰ってきた、なぜか知んないけど。よかった帰ってこうやって。すいません。じゃあ、とりあえず配信を一回ここでね、あの、YouTube の動画の締めを撮らせていただきます。すいません。まだ配信は続きますけどね、生配信は。はい。ということで、なぜか知らねえど、元の場所に帰ってきました。配信開始した場所に帰ってきました。なんでここにこういうルートで帰ってきたかはわかりません。霊障かもしれません。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタン。あとね、何か感じたらコメント欄に、 YouTube の方はね、時間と何があったかを書いていただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあ、やっと帰ってこれた。